クロワッスル。はい、こちらカーライフ、オートさんの、ブースお邪魔しております。よろしくお願いします。はい、こちらのお車の特徴とかっていうのは、はい、はい、ベッドがついてまして、はい、4枚構成になってます。はい、前2枚は簡単に外せます。あ、はい、簡単に取り外しができて、はいはい、で後ろは、はい、跳ね上げることができるので、あ、はい、あ、こういう感じで、こういう感じで跳ね上げ式になって、跳ね上げ式になって、あ、で向こう側でちょっと止めます。はい、跳ね上げた後はそちらで止められるように、はい、はい、こちらも跳ね上げしていただきました。はい、ここにはベッド の、 あの土台となるバーがついてます。はい、こちらですね、こんな感じで、そうですね、はい、これの土台になってます。あ、これが土台になってる、はいですね、じゃあこちらにさっきの乗せて、そうですね、はい、ベッドにしてるっていう形ですね。はい、シートを前に出せば、はい、折りたためるようにもなってるんで、あ、手で外せるネジになってます。あ、もう簡単に手で、はい、じゃ あの道具なしで外せる。ああ、こんな感じで簡単に外せるんです。はい、もうちょっと助手席を前に出します。ちょっとこういう風に、あ、座席を前に出して、でさっきのバーを外すと、こういった形で折りたため、はい、折りたたみできて、こうスペースが広く使えるってことですね。はい、電車とか小型のバイクだったら乗せられる、はい、トランポを使える。ああ、そっか、トランポとして使うときに、こういったあの全部外して、こういうふうに使うこともできるってことです。車中泊としても、はい、トランポとしても使います。ああ、なるほど、そういった、いろんな使い方ができるという。はい、で今回この車 NV、 日産の NV200 っていう車なんですけど、はい、この車を選んだ理由としては、はい、やっぱりあの土日はレジャーで使われるんですけど、普段は結構奥さんが買い物とか行くのに、はい、ハイエースじゃ大きすぎると、あ、そのワンサイズ小さいのないかって言った時に、はい、まあ、一番この NV200 のバンが、はい、最適だった、最適だった。あ、まあ、車中泊もできるし、はい、あとトランプとしても使えますし、本当にそうですね、はい、大人2人寝たらもうちょっといっぱいになっちゃうので、はい、まあ、上のルーフテント、はい、はい、つければまた上も、はい、あの長さ2メーターで横幅30センチぐらいあるので、はい、あ、上でも大人2人ぐらいが寝れるような。あ、じゃあ全然その4人で、その、うん、そうですね、はい、家族4人とかでも全然使えちゃうような、はい、できちゃう。あ、なるほど。あとはまあそのいろんな趣味とかそういうレジャーとかによって、こういうあのロッドホルダーみたいなオプションもいろいろ出てるので、はい、その用途に合わせて使っていただけるかなと思います。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、ということでこちらカーライフオートさんのお車紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今ですね、リトルログさんというところのブースにお邪魔してるんですけども、すごいっすよこれこんなにでかいこうトレーラーハウス、もうなんかもう、いや、もうパッと見あのトレーラーで引けるっていうのがちょっと自分分かんなかったんで、はい、これからちょっとお話も伺っていきたいと思います。はい、ということでこれからこちらの、はい、リトルログさんのこの、はい、ログハウスのトレーラー紹介させていただくんですけど、まずこちらの階段側のボックスになってるってことなんですけど、これも理由があるんですよね。理由がある、はい、荷物をこの中に入れて、はい、積んできて、はい、階段として使う。あ、まあ、ただ階段だとただの荷物になっちゃうんで、あえてこの、収納ができる箱を階段にしてるっていう、はいはい、こういう使い方もありますよっていうことであの、はい、なってるようです。そしたら中はすいません、お邪魔します。入らせていただきます。あ、中もかなりおしゃれな感じで、はいはい、ここが一応キッチンのスペースになっていて、はい、まあ、ここで、まあ、ちょっと簡単な、はい、あ、料理を作業、はい、作業ができるようになっていて、こういった形で換気もバッチリで、こちらから入るようなこともできる。あ、両方から。ああ、何か設置の場所によって。ああ、そっか、はいはい、はい、じゃあ設置場所をなるべく選ばないっていう、うん、
選ばない感じになってるんですね。はい、これはあペット用とかですか。あ子供用で、あなるほど、はい、逃げたら食べる。あそうですね、小さいお子さんとか危ないので大切なペットがこう出ていかないように、はいはい、こういった柵も用意されていて、はい、中失礼します。あこの時計も可愛い、はい、あこういったエアコンがついてないけど、はい、扇風機一つで涼しいよっていう。なるほど。なんかでもいいですね、こうちょっと山の中行ってこう、はい、あのこういった環境でエアコンなしでもなんかこういい雰囲気で涼しく楽しめそうな感じがしますね。はい、はい、でこれが仕掛けになっていて、あそうなんですか。あ壁にすげえ全然わかんなかったですあーそっか、こういう風にあーそっかテーブルも全部、はい、こうスライドで、あーはい、いや上から見たんだとただ本当に椅子が置いてあるだけかなと思ったんですけど、まあこういった畳めるようにもなってる、はい、でこっちもベッドになってるんですけど、はい、このマットを外すと、はい、これが上がってまたベンチになる。あーこっちも畳めるんですね。こっちも畳める、すげえな。まあ、この状態でも全然座れますしね。あ座れます、はい、でこういう風に、あそっちも椅子、椅子で、はいはい、椅子になります。あそっか、じゃあこう座ると、はい、4人ぐらいでご飯食べれる。あいいですね、ちょっとお話しながらみたいな、はい、であとはご飯食べて寝ようかなと思ったら、はいはい、全部あげて、はい、これも畳めるようになってるんですね、はいはい、こうもう一つこうマット引いたら家族で寝れる。ああそっかそっか、別にベッドじゃなくてもこうやってなんかマット敷いたりとかすればここも寝れるっていうことです。そっちは、ね、あトイレ、トイレもついてますね。はい、はい、トイレがない場所でも安心して、はい、はい、トイレ使える、はい、そしてシャワー、シャワールシャワーもついてると、はい、すごいですね、本当にログハウスですね。ログハウスです、ログハウスですね、はい、でこれが、はい、本体の材料です、はい、の断面です、はい、土国産の杉を使ってて、はい、でうちはログハウス屋なので、はい、あのちゃんと耐火の認定と、はい、地震の耐震の認定を取ったあ、はい、あの材料を使っているので、はい、安心。じゃあ強度もバッチリ、強度もバッチリ。あそういう作りなんですね。火事になってもバッチリ、はい、あそうなんですね、はい、そっかそっか、じゃあトレーラーに積むっていうのはあのなんか企画の一つっていう感じでやられてる。ああそっか、じゃあこのカートロジャパンさんにその向けてというか、なんかそういうのも新商品ですね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、こういった感じでテレビも、テレビも見れます、ついてます、はい、ありがとうございます。そしたら、はい、ここが最後、秘密の小部屋。あ全然気づかなかったあここがクローゼットになってですね、大型の、はい、あの何か大きいスーツケースが、あー入ってますね、はい、もう収納できる、できる、 ありがとうございます、はい、はいはい、中はこういった形で、中はこういった形で、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでこんな感じで、ログハウスの方紹介させてもらったんですけど、これをどういうふうにこう楽しんでいったらいいかっていうのもあるんですよね、はい、はい、でこういった形で外にもこういったディスプレイで用意されてるんですけども、リトルログさんのこれマスコットキャラクターということで、はい、はい、お名前があるエル君、はい、エル君、エルコちゃん、エルコちゃんということで今あのこういう風に座ってるんですけども、あれピザ窯ですか。はい、そうです、はい、ピザ窯も用意されてる、すごいですね、はい、でこの中で普通に、はい、薪で火を起こして、はい、でその後に、はい、300度ぐらいになったら、あ、はい、あのこういうピザのトレーに生地入れてピザ焼いたり、はい、あとはダッチオーブン、はい、そのまま入れてあお料理したりとか、はいはい、パエリアも作れます。簡単にこの中に軟鉄鍋を入れると、はい、簡単に、あもう材料切ってあの米といて、はい、あの入れてみたいな感じで、はい、これは私の全部手書きのレシピ で、これを教えてる、はい、あお料理教えてたりとか、あアウトドアのお料理、あ、はい、なるほど、はい、こういうことです、あなるほどこういう感じなんですね、こういう感じも教えてます、はいはい、ありがとうございます、はい、今日から、はい、あのピザ屋が簡単に始めれるという触れ込みで、はい、もうじゃあ誰でも簡単にもピザ作れちゃうよっていう、そうですね、もうあのプロの味ができるという、はい、あ面白いですね、はいはい、
でこちら普通に談笑スペースのような感じで置かれてるんですけど、こちらのソファーはそれこれ屋内用、あ、室外用です。これ室外用なんですか。はい、そうです。すげえ。これだって普通になんかソファーですよね。普通にソファーなんですけど、はい、あそこに断面があるんですけど、はい、水がここからもう抜けちゃうんで、はい、生地がすぐ乾く、はい、あ、そうなんですか。でワンちゃんが、はい、あのおしっこしちゃったりしてもゴシゴシ洗える。あ、すごいな。でなんかこう傷にも強いので。ああ、そっかそっか。じゃあ、はい、その辺もじゃ あのペットがいても全然で、まあ、これを室内で使って、はい、野外に出すにも、はい、ものすごい軽い。ああ、軽いんですね。軽い、いいですか。アルミにコーティングをしていて丸洗い、はい、思ったより全然軽いですね。これがマットが全部取れちゃう。ああ、そういう感じなのか。はい、すごいですねこれ。はい、うん、いやだってもう普通にあの家の中にある家具と、はい、変わんないんで。だからもう普通に家で使って、はい、また外に持ってくっていうような感じで、どこでも使えるような感じの家具ですね。あ、そうですね、はい、でこのコンセプトは、はい、あの2ランク上のランキング。いや本当にあのそうですね、あのランクがかなり高め、あの高めな感じですね。はい、はい、すごい。座りながらここで、これは炭で温めるグ、はい、リルなんですけど、ここであの、はい、お肉焼いたり。あ、もうできる。できて座りながらもそのまま食べる。あ、はい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 。でこちらは、はい、こちらは、はい、野外用のストーブで、これから冬になったら、はい、デッキで、あのこれ暖を取りながら、はい、グランピング。おしゃれですねこれ、はい、いやこれはかなりランク確かに高いです。で、はい、こういうのを提案してるわけですね。あ、なるほど。あの買っていただいて、はい、あのデッキでこうやって楽しもうっていう、こういった形で、はいはい、リドルログさんの、ログハウス紹介していただきました。ありがとうございました。